はい、どうも皆さんこんにちは、きまです。と今日はですね、こういうものを作っていきたいと思います。よろしくお願いします。こうやって動いたところにこうパーティクルが寄ってくるよっていう感じですね。で、ここに行けばここに寄ってくる、こういったものを作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速作っていきたいと思います。ではリアルセンス、使っていますので、まずカメラの方ですね、入力はリアルセンスで切ります。はい、リアルセンス取ってですね、僕は435を使っているので、435を出してもらってですね、はい、ああ来ましたね。はい、でデブ数でいきます。はい、デブ数この今、来ましたね。はい。こういう感じでいきます。で、まあ、机の上に座ってやっているので、距離は近めにこのまま、どうじゃ遠いかな。3ぐらいにしていきましょうかね。これぐらいでいきます。で、まあ、ポジションを反対にしましょうか。これですね。これで反転させます。はい。で、白黒を反対にしたいので、ここで、レベルで、反転させます。ここですね。はい。ここを1にすると、こうやって反転するので、この状態で白を使うような感じですね。これでやっていきたいと思います。はい。で、もうちょっとね、くっきりさせたいので、この辺の数値も少し、黒レベルとかですね、ブラックレベルとか上げて、もうちょっと白と黒を、わかりやすくするようにしていきたいと思います。もうちょっと、もう少し上げますか。この辺はいろいろ作りながらですね、調整してあげてください。で、こんな感じですかね。はい。本当はね、背景とか何もないところとかね、マイクが映ってるんですけど、こういうのもなければもうちょっと綺麗に撮れるかなと思います。まあ今日はね、こんな感じでいきます。はい。じゃあ、この、ここにですね、この白い、なんかこの棒みたいなものがずっと残っちゃうので、これを、切り取りしたいと思います。はい。それが、フロップ。これですね。はい。これで、ここを少し削ってあげます。ここまで削ってもいいんですけどね。まあ、この辺だけでいいかな。削っていきます。この白いふわっとしたものは、この黒レベルとか上げると消えるので、こういう感じで、はい、調整してください。はい、じゃあ次いきます。もうちょっとね、黒と白はっきりさせたいので、これですね、ドレッシュホールドっていうんですかね。はい。これを入れて、少し、わかりますかね、ちょっと白と黒が綺麗にこう分かれてくれます。こういう感じですね。これぐらいかな、ちょっとこんな感じで。はい、これぐらいでいきたいと思います。はい。で、まあ、解像度が大きいので、1200とか70、これぐらいはいらないので、解像度を落とします。それがですね、はい、これですね。で、ここを、そうすると、解像度がこうやって落ちますので、これを使っていきます。はい、ですね。はい。で、こいつをね、パーティクルの方にもつなげますので、ソップに変換する必要があります。なので、これトレースで、こうやって、3D のソップに変換します。という感じですね。で、これどういうことかというと、よく使うんですけど、こんな感じで点が集まってますね。で、面を作ってくれています。で、この辺の数値をこうやって、上げていくと面がどんどん粗くなっていく。これを下げると、どんどん細かくなっていくっていう感じですね。この辺も調整してあげてください。とりあえず、まあ、最初の10でいきましょうかね。はい。はい。で、続いてですね。
メンバーポっていうんですかね、これをつないであげます。はい。で、ポイントにこれを書いてくれるので、これをポイントに変えます。こんな感じですね。はい。で、コピーを使って、このポイントに、スフィアを合体していきます。コピー。このポイントのあるところに、今回スフィアを使ったんですけど、まあこれも何でもいいですね。オブジェクトであれば何でも大丈夫です。ボックスとかね、ボックスとかでもいいのかな。スフィア。あれ？はい。こういう感じ。ここでか。ちっちゃくします。1とかでもいいかな。はい、これぐらいでちっちゃくして、出させます。そうすると、こういう感じで、つぶつぶのやつがこうやって取れます。はい、こういう感じですね。はい、じゃあ、行きましょうか。一応、これはトランスフォームとかにかけておきますか。後で大きさを変更するかもしれないので、かけてかけて、で、パーティクルを出します。パーティクルはこいつから出るわけじゃなくて、こいつに吸い込まれるような形にするので、このグリッドで出していきます。何ぐらいかな。40とかにしておきます。で、サイズを大きくして、はい、こういう感じですね。リボンの線で、V に曲げようかな。1が1だと思わないか。はい。この辺にしておきましょうか。上からこう降ってくるような感じにします。はい。で、このままだと、綺麗にパーティクルで出していくので、ここをちょっと使って、ランダムに変えます。これを見るのかな？はい、こういう感じですね。で、これをパーティクルに埋め込んでいきます。はい。で、これは何にしたというか。ここですね、この力の部分を、下に落ちてほしいので、0.5 とか、しませんか。上に上がってるね。マイナス0.5か。見にくいか。リスプレイオプション。はい。今、こういう感じで、下に落ちてる感じですね。で、これ、まあ、ちょっとここで上に上げてるので、割と上の方からこう下に落ちていってるようなパーティクルになっています。で、この、ソートかけてるので、この発生源はランダムで落ちていってますね。でですね、これを、もうちょっと数を増やしておきますか。こういう感じで、紙のように落としていきます。で、とりあえず、これぐらいにして、で、これを一回つないでみますかね。で、これをつなぐとこなんですけど、これ一番下につないであげれば、OK ですね。そうすると、こうやって、引っ張られるようになります。ね、今見えないからなんですけど、ここまで来たら一回ちょっと、見てみますか。乗るんですよね。じゃあ、これで行きましょうかね。はい。そしてカメラと、こっちのライトを持ってますかね。で、色も今回は一色だけで、つないでみますか。しましょうか。ちょっと黒っぽい方がいいかな。はい。で、ここまで来たら、レンダーで、つないでいきます。レンダー、はい。はい、こういう感じですね。で、今、こいつが見えないので、これですね、これが見えてないので、よくわかんないんですが、引っ張られているのかどうかっていうのは、ちょっとよくわからないので、せっかくなんで、こいつも出したいと思います。これですね。これをここに出します。
なんで、まあ、これをもう一個作ってもね、いいんですけど、そうですね、ジオメトリもう一個作ってもいいんですけど、この中に、ね、入れちゃいます。なので、インを2つね、作ってあげて、アウトは1個しか出ないので、ここで2つ繋げます。まず、これでこの2つを1つにしてあげます。はい。こうですね。で、インが2つあるので、ここに、ここですね。これが出来上がっているので、これも繋げます。はい。そうすると、こういう感じですね。だいぶ上の方かな。もうちょっと、上からバーティクラを作る方が面白そうですね。これもちょっと上に行きますか。うん。あ、そういう感じがいいですかね。もっと上の方からかけてるような感じでいきます。で、カメラが遠いので、カメラも近づけます。これぐらいがいいかな。うん。今度の下ね、机の上でやってるのと少し下切れてると思うんですね。ちょっと感じしますか。1.5 ぐらい。あ、はい、こんな感じでいきますかね。はい。今こんな感じです。火ついてきてるような感じですね。で、やると、言ってくれるんですけど、この画面だったら低いか。ちょっとね、早いですね。もうちょっとゆっくり行きましょう。これが、もうちょっとゆっくりでもいいかな。うん。ね。この辺の数値を変えましょうかね。この数値を少し変えていきます。これぐらいにしますか。ゆっくりと。で、バリエーションを少し上げます。ここはちょっと上げていただけて、はい、こんな感じでいきますか。もうちょっと数が多いですね。そのあとはちょっと上げましょうね。はい、まあ、この辺は好みでいろいろ変えてあげてください。はい。でちょっとね、マイクの方にも吸い、こっちがこのマイクなんですけど、まあ、動けばこうひっついてきます。マイクがちょっと邪魔ですね。ひっついてくれます。で、これだけだとあまりよくわからないので、ここから少し加工してあげます。バック。こう。で、を入れてですね。で、ここに、で、ここにこれを入れます。はい。で、そこそこ、これを見て、これを見てね。で、ワイヤーを見て。で、マシンになってしまうので、レベルの方のパシティを少し。で、このレベルも少し入れます。かな。入って黒の方が綺麗なので、ここを黒にしていきます。で、感じていきます。はい、じゃあ、ちょっとフレームレート遅いので、この辺変えていきます。どうかな。これをちょっと上げましょうか。30ぐらいに上げれば。あ、この感じですね。これでスピード速くなったので、これでいいかな。もうちょっとじゃあ、頭を大きくしますか。これをもう少し大きく
します。3ぐらいかな。行き過ぎ？これもちょっと変えますか。これもね、メッシュよりはポリゴンとかの方がね、いいですね。そうするとだいぶこれだけでも変わります。メッシュだと変化遅くなる。まあ数が多いんでね、ポイントの数が多いので遅くなるんですけど、これをこうやってポリゴンとかに変えると、だいぶ軽くなりますね。うん。はい。こういう感じです。これでこうやってひっついてくるものができます。はい。でですね、今これぶつかると消えてるんですよね。なので、この辺をまた、これですね、ここを、もっとこう繋いであげています。ここですね。はい。二つ繋いでいます。そうすると、そしてですね、ここを、バウンスにしています。で、この数値もちょっと上げて、ひっついてきて、そのひっついてきたものがぶつかると、こう、跳ね返るように、ポンポンポンとね、跳ね返るような設定しています。はい、こうですね。これで、動くと、ひっついてきて、たると跳ね返る。というものができます。はい、じゃあ、こんな感じですかね。これで、こうやって、完成となります。結構ね、すぐ作れるので、またここから、いろいろ、まあ、色変えたりとかですね、パーティクルの色を変えたりとか、この玉の色を変えたりとか、いろいろと、こう、改良できして遊ぶことができるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、今日は以上になります。最後までありがとうございました。